どうもこんにちは、たつみんです。今日の動画ではですね、何を解説していくのかというと、稼ぎ続けることと稼ぐこと、これの違いについてお話をしていこうと思っております。で、こっちのね、稼ぐことについてなんですけど、稼ぐことは割と誰にでも努力すればできることなんですね。ただ稼ぎ続けることに関しては結構難しいことなんですよ。ただ、稼ぎ続けることに関しては最初にどんなビジネスをやるかとか、まあ、そういうことが大きく関わってくるんですけども、まあ、そのビジネスさえ間違えなければ、まあ、長いこと、続けていけるよっていう話をしていこうと思ってます。で、こっちの稼ぐことですね、稼ぐことに関しては、割と誰でもできるってさっき言ったんですけども、まあ、ぶっちゃけそのお客さんの気持ちとかそういうのを考えなければ、まあ、誰でも営業とかして、まあ、無理やり売りつけたりしてね、まあ、お客さんが喜ばないかもしれないんですけど、まあ、それで売り上げを上げて、食っていってるっていう人も結構ネットビジネス業界では多かったりするんですね。まあこれをネットビジネスの闇みたいな感じで言うんですけど、まあ、こういう人たちが溢れ返ってるせいで、まあ、詐欺業界っていう風に言われてる一面もあったりするんですけども、まあ、ちゃんとこっちの稼ぎ続けてる人っていうのは、まあ、お客さんに感謝されたりだとか、まあ、リピーターをつけたりする、まあ、ちゃんと、まあ、自分のコンテンツを持って、自分の理念を持って活動している人たち、まあ、こっちの稼ぎ続けてる人たちに、まあ、ついていくことさえできれば、まあ、あなたも、まあ、その類は友を呼ぶじゃないですけど、まあ、同じ考え方でねやっていけるので稼ぎ続ける人になれるっていう感じなんですね。なので、まあ、何が言いたいかというと、どういう人についていくかで、まあ、あなたの将来が割と決まってくるよっていう感じです。まあ、例えば、まあ、お金、目先のお金ですね、まあ、ブランド物が欲しいとか、まあ、100万円とかすぐ稼ぎたいとか、まあ、割と楽して稼ぎたいっていう、まあ、稼ぐサイドの人ですね、そういう人たちについていくと、まあやっぱり自分の思考とかもそっちに染まっていくわけなんですね。なので、基本的に例えばバイナリーの 90% 以上勝てるみたいな、そういうノウハウとかも売ってたりはするんですけど、それって結構まあ口から出まかせみたいな、うまいこと言ってね、まあグレーな感じで売ってる人たちもいるんですけど、そうやってなんか1000万とか売り上げ立てて、まあ、ブランドもんとかそういうところに使ったりしてる人たち、でもこういう商材ってやっぱりどこかに穴があって、でどっかで消えてしまうので、こっちサイドのね、すぐ稼ぎたいとか楽して稼ぎたいっていう思いを持ってる人たちは、まあ、長いことはビジネスマンとして生きていけないよっていう、まあ悪い噂も立ちますしね。はい、なのでこっちはあんまりおすすめはしないです。ただ、稼ぎ続ける人たちですね、これはまあもともとこっちの詐欺をしてた人たちとかもこっちの稼ぎ続ける人たちに構成してなってる人たちも結構いるんですけど、まあネットビジネス業界でいうとちょっと少数派の人たちになるかもしれないんですけど、まあ、こっちの人たちっていうのは割と本当に綺麗にって言ったらあれですけど、お客さんのことをしっかり考えてやってる、お客さんに価値を与えるっていう、まあ、ビジネスの基本ですね、本質みたいなところをわきまえた上でビジネスをしているので、まあ、変なコンテンツを配ったりとか、まあ、押し付けたりとか売りつけたりとか、まあ、そういうことをする人たちが結構少ないんですね。なのでこっちの人たちはどうやって見分けたらいいのかって言ったら、それはコンテンツの量だったりとか、今までビジネスをしてきた年数だったりとか、また発信の内容ですね、まあ、稼げるだけではなくて、まあ、どういう行動をしていったら稼げるのかとか、どういう心持ちとか、まあ、どういう人脈作りをしていったらビジネスでは長く生きていけるのかみたいなことを発信してる人とかですね、まあ主に経験談とかを発信してる人ですね。ノウハウではなくて、まあ、この物販が稼げる、このアフィリエイトが稼げる、まあ、このバイナリーオプションが稼げる、 FX が稼げるっていう話ではなくて、まあ、前提としてどういう生き方をすれば、何を大事にして生きていけば稼ぎ続けることができるのかみたいな発信をしている人たちですね、まあ、こういう人たちについていくことができれば、まあ、あなたも同じようなね、稼ぎ方をして、まあ、人に感謝されながら、ビジネスをすることができるっていうことなんですね。で僕はもともと、まあ、こっちサイドですね、稼ぎ続けるサイドを目指しながらやってたんですけども、どうしてもそのサラリーマンをやってた時に、まあ、自分で売り上げを立てるためにはコンサルティングをしないといけないっていう風になって、自分のアフィリエイトで月14万稼いだっていうノウハウを、まあ、30万ぐらいでねコンサルで売ってたんですね。でこっちサイドにちょっと足を踏み入れてたかなっていうか、まあ、最初はそのお金ってなって、自分のねやりたいこととか、まあ、脱サラが目標だったし、ブランド物が欲しかったりとか、そういう気持ちもあったので、目先のお金にちょっと囚われてたっていうのもあるんですけど、ちゃんとお客さんに感謝されてたんですけど、
まあ、すぐコンサルとかをいっぱい取って月収100万とかを達成したりとか、まあ言ったらですね、まあ、お客さんにこうこうこういう風にしたら稼げますよみたいなのを無期限だったんですけど教えてたんですね。で、そうやって一発で30万とか取ってたりしたんですけど、まあその人たちは喜んでくれたし今でも付き合ってくれてるのでいいんですけど、まあどっちかというと稼ぎ続ける人たちっていうのはもっとなんかこうノウハウとかを売るんじゃなくて、まあ本質とかそういうところを売ってたりするんで、こっちサイドにまあ今慣れてるのでいいんですけど、まあ最初売り上げをね、立てたいっていうところもあったのでこっちサイドにいましたということなんですけども、結局のところ、まあ、まとめると目先の利益に飛びついて、まあ、息の短いビジネスマンじゃないですけど、まあ、短期的な利益をバッて上げて、まあ生活したいか、まあ長期的に見てね、まあ、ずっと同じお客さんとかと付き合い続けて同じお客さんから商品を買ってもらったりとかして、まあ何十年とね続く長いビジネスマンになりたいかどうかは、まあ、あなた次第なんですけども、僕はこっちを、まあ、選びましたし、こっちをあなたに勧めます。なぜかというと、こっちの稼ぐ、すぐ稼ぐとかっていうのはお客さんがアンチとかになったりとかね、まあ、あんまり好かれない人とかも多かったりとか、まあ、ちょっとなんかこうもどかしい気持ちを持ちながらやらないといけないビジネスモデルを扱うことが多いので、こっちはおすすめしないです。で、まあ、綺麗にやるというか、まあ、長いことを、まあ、生きていくとか、まあ、感謝されながら幸せにビジネスできるっていうこっちのね稼ぎ続けるサイドっていうのをおすすめする理由っていうのはやっぱり、ビジネスする上でお客さんからお金をもらうときにありがとうございますって言ってもらった方が、まあ、幸せだし、それを、まあ、もっと自分の投資に当てて、お客さんにねもっともっともっと与えてあげれるとかそういうね気持ちにも変わっていきますし人としても結構成長するんですね。なので、こっちがおすすめですし、あなたに教えるとしたらこっちを教えていきます。まあ企画とかもこっちサイドのことしか教えないんで、それをね徹底して最初からやっていって、まあついてきてくれる人は僕についてきていただければなと思っております。はい、では今回の動画は以上になります。ありがとうございます。